イージー級マグキャスト、超飛ぶ駅ですけど、この飛距離を最大限に生かす注意があります。まずパラシュを長めに取ってください。目安としては竿の半分ぐらいですね。これぐらい取れば 100% 生かせた飛距離が可能です。では投げますよ。パラシュを長めに取って、で周りを確認してくださいね。後ろの方、わあ飛ぶねー、気持ちいい。中にタングステンのボールが入ってます。投げるときにテール側にボールが移動して、より風の抵抗を受けない水平に近い状態で飛んでいくので、非常に飛距離が伸びると。着底したら前に戻ってきます。マグネットがついてますんで、マグネットで確実に固定する、でしゃくっても外れないというような、マグシステム。これトリックフックって言うんですけれども、どこがトリックかというと、そうですね、どこがいいかな、この辺にしましょう。ボトムまで落として、こういう風に寝かかってしまいました。この時に思いっきり引っ張ると、こういう風に針が、わかりますか、伸びてます。伸びることでエギの回収率が非常に高い。これがうち独自の針です。伸びた針はこうやって元に戻すことが可能です。大きなイカがかかっても伸びることないんで、ガンガン攻めてください。これトリックフック、よそにはない特徴です。ある程度中層からボトム付近までフォールさせたら、しゃくってやる。これはイカに対するアピールです。あのマグキャストはラインアイが頭の上にオーバルタイングヘッドアイって名前つけてますけど、頭の上につけることで、強くしゃくっても弱くしゃくっても、こんなしゃくりとかですね、あとはこれぐらいでもいいし、非常にこうテンポの速いしゃくりでも超クイックダートにできるようにバランスを設定してますんで、よりアピールが強い。そして止めて当たりを待つ。この時にフォールしてますんで、パタパタフィンガー、こうやってバイブレーションを起こしてイカを誘って抱かせます。非常に簡単です。スーッとライン走ってきたね。よいしょ。よいしょ。おっちょっちょ。美味しいサイズ。ラインがスーッと走ってる。ガツンと。いいとこかかってますね。マグキャスト最高。